るさいかもしれないんですが、アリョーナです。今日は何をするかというと、私今からこの子に乗ります。これは、はい、特急列車なんですが、リゾート白神と言います。で、今私は大森駅にいます。新大森じゃなくて大森です。で、今からこの子に乗って移動したいと思うんですが、今からですね、およそ3時間くらいの移動になります。本数は非常に少ないのですが、乗って楽しい列車なので、私はですね、結構楽しみにしていました。そしてこの電車はですね、まず王線に入るんですが、その後にですね、基本的に五能線を走るので、日本海の絶景も見れるかなと思います。では発車まで3分なので、早速参りたいと思います。では間もなく出発します。今日はどんな景色が待ってるのでしょうか。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は五能線経由の快速リゾート白神4秋田行きです。次は新青森に停車いたします。車内からはこんな綺麗に岩木山が見えます。結構長時間にわたって見えますので、十分に楽しむことができます。ちなみにリゾート白神は五能線に入る前にまずは弘前に立ち寄ります。ただいま弘前駅を出ました。案内の通り進行方向が変わりましたが、実はもうすぐまた変わります。ずっと海沿いを走りますので、ものすごくですね、景色が楽しみです。はい、ただいまですね、鰺ヶ沢駅に着いてます。この駅すごい綺麗です。なんでかというと、私の大好きなタランタンタン岩木山がこんなにも見えるからです。でですね、この駅の手前は海も岩木山もどちらも同時に見えるスポットもあるので、本当最高です。で、この駅でおよそ5分ぐらい電車するので、まあ、こうやってね、一応ホームに降りたんですけど、電車が勝手に行ってしまうことがめっちゃ怖いので、早速戻りたいと思います。ゆっくり海底が隆起した岩山が広大に
今ね、他の乗客の方がみんな降りたので、せっかくだと思ってちょっとですね、皆さんに車内をお届けします。まあ、こんな感じでシンプルで可愛くて、窓が結構ワイドビューになっているので景色見るにも最高です。では私も降りてみます。今三条駅で降りてます。15分の停車ですので、こうやってね散歩することもできて楽しいですね。そしてめちゃめちゃ海の匂いしますね。美しい美しい戦場時期見ましたが、私以外の人はすでに駅に戻ってるみたいですね。はい写真とか映像を撮り始めると止まりませんが、先ほどですね電車がね鳴りましたので、音を鳴りしましたので、そろそろ帰りなさい。はい EU 意味だそうですね。発車まであと3分ほどでございます。はい、もっとゆっくりとこの場所も見たいところですね。はい、では早速電車に戻ります。あ、意外と電車まで距離もあるね。頑張ります。あと1分半ぐらいかなあ、多分大丈夫です。車掌さん多分私が見てるんで待ってください。はい、では乗ります。あと1分ぐらいです。Thank you.
ありがとうございました。まもなくウエストの秋山到着です。ウェスパ椿山駅に到着しましたが、こっからすぐにバスに乗り換えてとある場所に行きますが、皆さん分かりますよね？はい、無事に私の念願の風呂橋温泉に到着したんですが、皆さん動画はここで終わりだと思いましたか？実は違うんですよ。じゃあね、はい、実は明日もウェスパ椿山から終点の秋田までですね、明日は乗りますので、実は、まあ、これで五能線はね、起点から終点まで乗ることになります。はい、で続きは明日です。はい、まあ、皆さんにとってはねすぐなんですが、で私はもう温泉に行きましたので、今からお風呂に入ってこようと思います。五能線やってきました。ご乗車ありがとうございました。まもなく12個です。降り口は左側です。約2万5000ヘクタールの海岸部や山岳部、五所部からなり、昭和50年に指定された広大な国定公園です。荒々しい岩場の風景が続き、五能線の中でも素晴らしい景色がご覧いただけるスポットです。まもなく列車は速度を落として運転いたします。眼下に広がる日本海の風景をごゆっくりご覧ください。すごいね。いいね。あっという間に五能線の終点東の城駅に到着しました。リゾート白神ならこのまま秋田に行くんですが、こちらは快速ですので、五能線の東の城で終わりです。標識もあって、かわいい写真スポットもあって、ね、
の五能線での旅がここまでになります。皆さん、美しい五能線はいかがでしたか？私はね、涙が出るくらい楽しめました。本当最高でした。また見たいと思います。では最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。五能線乗ってね。バイバイ。アクチュアリティの8分に行きは到着いたします。